久保さん今日はよろしくお願いいたします、はい、いや今日も生きてますねよかった生きてるから会える死んだら会えない当たり前ですけどね死んだら会えないですね久保さん なんか安治君が来たらしいじゃないですか安治君 <laughs> なんかあのあれなんですよね久保さん久保さんがあの言いたい人はなんとなく分かります <laughs> 僕の僕の耳,耳元にも一応入ってきてますんで僕もねセミナーやりましたからねセミナー2回ぐらいやったし、うん、まあ人間っつうのはね 変わる人と変わらない人がいますね <laughs> 難しいですね、人間ってのは <laughs> 本当に <laughs> 人間ほど信用できないもの,のに生き物ってないですよねただね本当にあの僕はいろんな人見てきたんですけどいろんな人見てきたけど やっぱりまあ久保さんもちょっと言ってくれましたけどこの無駄無駄みたいな無駄ね億万長者合宿はもう3年前ですか平成平成ですよ平成に億万長者合宿やって今令和4年ですか今令和4年ですよね多分おそらく平成にやって令和4年まで <laughs> このやり取りをしてるっていうね何なんですかね なこの無駄もう明らかに他人がねそのその何やってんのみたいなそのその本当に意味がないというかまあそれをこう続けお互いにこう続けられるっていうのは逆にまあ,まあこれはすごいことなんじゃないかなっていう <laughs> まあ僕と久保さんはすごいことと思ってはいないと思いますけど。 旗から見たら、ね、まあ間違いなくあれですようんだからこれを続けられる人がいないからほとんどみんな意味があることまあここはちょっとね深い話というかあれなんですけどほとんどの人は意味があることをしたいしそれやって稼げるんですかと稼げるんだったらやります まあこれよく億万長者合宿の話題に出しますけど「億万長者合宿に参加したら億万長者になれるんですか?」みたいな問いがあって要はそこに参加する意味があるのかないのか価値があるのかないのかみたいなねステージでみんなやってるんですよそのだからだまされる人とかもなんだまあそこにお金を預けたらね自分に利益がね権利収入が入ってるくるとかね何や あのお金が何もしなくても増えるとかね配当があるとかねそこになんでお金をあ預けるのかっていうと配当金がもらえます何もしなくてもいいですなんとか収入ですっていうなんか意味があるかい入れるわけじゃないですかそこに何の意味もなければ多分難しいと思うんですよねあのお金をそのぶち込むっていうのは。うん でも久保さんと僕は意味がないことに意味をつけられるっていうねこれちょっとねいい言葉なんじゃないかなと意味がないことに意味をつけられるっていう意味がないことに価値を生み出せるっていうねこれちょっと高次元なんですけどほとんどの人は意味があるものをやるし価値があるものを探すし。 自分にメリットがあるるものを探してるしてでも僕と久保さんは意味もないことですら意味をつけられるし意味がないことですら価値をつけられるしうんなんかそんな感じなんじゃないかなと思いますね。うん、そうこれはねなかなか本当にいないと思いますよマジで。 ままああそれはまあ僕もねお久保さんもいろんなお客さん見てると思いますけど僕はねやっぱね数見てきてるんで相当ほんと10万人見てみ10万人以上マジで見てきてるますからねまあ実際にその直接10万人と会ったわけではないですけどまあ当時だって1日400件ぐらいメール対応してた時マックスありますからねサポートスタッフでゴーストライターでやってた時とか。 もう17年ねいろんな人見てきてまあ商品も売ってきましたけどまあ商品を買う意味じゃないですか <laughs> 無意味に商品買う人ってあんまいないと思うんですよね、うん、無意味に何かをできる人ってあんまいないと思うんですよねうんだからこれねアドラーの心理学でちょっと教えがあるんですけど なんかその掃除のねあの例え話があってそのアドラーの教えの,その教育の中であのなんだよ、懲罰教育を否定するみたいなのがあるんですね懲罰教育だったかな。そのなんか褒めたらやるっていうその教育ってていいいうう教育のは良くないとで褒めたらやるっていう教育はなぜ良くないのかっていうと例えばそこで出てくる例え話が「 じゃ掃除をしますとで掃除をしたけど誰も見てくれない誰も認めてくれない誰も褒めてくれない何の給料ももらえないそれでもあなたは掃除をしますかっていう問いがあるんですよ。といもも、えー、うん誰も褒めてくんませんそれでもあなたは掃除をしますかと。 でその問いにその青年がねいやさすがにそれは掃除,する掃除する理由っていうのは褒めてもらうためだったりとかみん,なみんなのために掃除をする,んでするからみんなから認められないみんなに見られてないであるならば多分やめるでしょうねみたいな青年がいいわけですよ。 本当にそれででいいいんでしょうかみたいなね <laughs> その掃除をする本質っていうのは掃除をする本質っていうのは人からその認められるために掃除をするのかうん,なんか人に褒めてもらうために掃除をするのかみたいなね違うよねみたいなだ。褒められるからやるじゃあ褒められなければああやらない。 そういうふうに教育を受けるとそうなると、まあ、本質がずれんじゃないかなと別にそうだ見て誰,誰が見てなくても何してても、まあ、掃除っていうのはなんかそういう概念ではないと、うん、だからその目の前にね、まあ、僕もね、まあ、いろんな勉強してできるようにちょっとなったんですけど、まあ、全部じゃないですよ全部じゃないけども例えばそのなんだろうな 空き缶が落ちててね気づいて拾える状況だったらね誰も見てないですよ誰,誰からの指図も受けてないしあの誰も見てないしだけど自分は見たんですよその、ね、空き缶が捨てられてるとで僕は拾える状況だとねで拾えるようになったんですよ<う>でポイってねあの捨てるっていう。じゃあそのの行為っていうのは別に 誰かにその褒められるためにやってんのかとか給料をもらえるからやってんのかとか何か,かのためにやってるってわけじゃなくてただゴミがあるから拾うみたいなただ,なんだろうな山目の前に山があるから登るみたいな感じですよ。ね、目の前にゴミが落ちたからただ拾うっていうもうただそれだけなんですよ。でもそただそれだけができないんですよみんな。ね、まあ、僕も全部じゃないですよ。 <laughs> あの拾える状況自分がやっぱ忙しいとかねあの移動してるとかねあの近くにゴミ箱ないとかね、うん、全部それやってたらちょっと多分ゴミ拾いで人生終わっちゃうんで <laughs> そこら中にゴミ落ちてますからね <laughs> だからそのやれるんだったらやるっていう感じですかねでもそのやれるんだったらやるっていうことすらできないわけじゃないですか結構うん この無意味なことをこうできるかどうかっていうのは、まあ、そこにどういう自分が意味付けできるかっていうのはねうんんだ,だろうなじゃあ僕はそのその行為に対してどういう意味付けをしてるのかっていうとなんかんだろうな 自分がそうでありたい自分がそうそうそうでありたいというかな何て言ったらいいかなゴゴミミが落ちてまままししたた気づきました目の前にゴミ箱もあります ?5 秒3秒数秒数秒をねよくあるじゃないですかだってゴミ箱が目の前にあるのにねなんかゴミが落ちてるみたいなあるじゃないですかいやこうちょっピッてやればいいだけじゃないですかピッてね。 <laughs> いやゴミ捨てた人も目の前にゴミ箱あんないなと思うんですけどね「ここに捨てればいいじゃん」みたいなね「<laughs> なんでゴミ箱ここにあんのにここにあんの?」みたいな、ね、結構たまにあったりするんですけどねそのなんかそのでできるるここととをただやるってことですよね <laughs> な,なんか意味があるというかなんだろうな自然動作ですよねもはや。 うん自然にそれができるっていうのがなんだ意味,意味がないのかな意味なんかまあそれをやってるやれる自分それをやるとねなんかそのうまく伝えられないですけど誰も見てないし誰も褒められないし別にお金ももらえるわけではないんだけどそれをやることで。 なんか自分貯金というか、自分,自分に信頼というか自分信用貯金というかなんか,そのなんかそんな感じですかねなんかほっこりするほっこりするというかなんか意味がない別に給料ももらえないし誰も見てないし褒められるわけでもないけどあこういうのができるようになったんだなみたいな。 俺ってすごいなとは思わないけどもうんなんかそうそういう人間でありたいというかそ,そういう人間の方がよくねみたいなうんでも特に意味ないんですよ誰も見てないんですよ別に僕がゴミを拾ってねあの,その空き缶を捨てるとかね見,見てないわけですよら知らないわけですよ まあ今動画で言ってるんで伝えてるけども誰も知らないわけですよ。だから誰も知らないんだから誰も知らないわけですよ。でも自分は知ってるわけですよね。自分は知ったわけです。そこにゴミが落ちてると拾えると、うん。それ拾うだけなんですよ。<laughs> まあ結構これ難しいですね。ねえ久保さんねこれは。 これ結構ね僕もいろいろ勉強していろんな本当体験して今に至ってるので最初からできたのかっていうとできないですからね。うん、でもねこういうこれができるようになるとなんて言ったらいいなこれができるようになると人生が豊かになるというか心が豊かになると思いますね。心の裾がが広がるんじゃなないかなと 心が豊かになると思います、うん。別にそのゴミを拾ったからって収入は上がらないですよゴミを拾ったからって人生は変わるわけじゃないんだけども何だろうなイメージとしては心が広くなっていくかなっていうで心が広くなるとどういうふうになるかっていうと捉え方が広くなるんですよ。これも大事なんですけど心を広広くくするるとと。捉え方が広くなると、うん、でも心が狭いと捉え方が狭いんですよ そうだ狭い捉え方ができない人っていうのは心が狭いんですだからそのなんだろうなあれなんですよね多分、まあ、久保さんが言いたい人もあれだと思うんですけど多分ね心,心はダメだったんでしょうね多分心のあれはできてなかったんじゃないかなっていう根本的な心の部分ですね。 マインド思考思考は多分速化塾の思考だったりとかあのあってだけど心の部分はそこがまだ欠けてたんじゃないかなと思うんですよねだから人間っていうのは難しくて思考と感情思考と心と行動っていうこの行動思考心っていうこの三角関係があるんですけどこれがねうまくこう発動しないとダメなんですよだからマインドだけでもダメだし 行動だけでもダメだし心だけでもダメだしこの3つがうまくこの平均にこううまくこう電流がね行動と心と思考のこの電流というかこういうのはうまく流れるようになると非常に良くなるんですけどなんかここだけとかじゃないですよ全部が一体になるっていう,そうな難しいですね。ここれはこれはどういういうにじゃあこれを 電流流をれいいいにすばのかってうとこね行動しながら考える行動しながら思考する行動しながら思う思いながら行動する思いながら思考する思考しながら思う思考しながら行動するっていうこのだから行動しながら思う行動しながら思考するうん思いながら思考する。 思考しながら行動するとかもうこれをねもうずっと三角をぐる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 回ってくると麗にこに回ってくるんですけどうん難しいっす、ね、これは <laughs> でも僕が行き着いたのはやっぱそ思考と心は違うし行動も違うし思ってても行動できないわけじゃないですか多分,たた多分そのハワイにね行きたいなと思ってもねじゃあすぐじゃあチケット取りますかっていう思っててもね いつ,かいつかハワイに行きたいなと思ってても行かないわけですよねいつかなんで行動に至らないです思ってるけど行かないですよねだから月収100万稼ぎたいなと思っても行動しないですよねだから思う思うと行動がリンクしてないしじゃあ思ったらじゃあ勉強してんのか知識を手に入れてるのかっていうとそんなに一生懸命勉強してないしでも勉強し,し,てしてるんだけど思いはあるのか 自分はこんな人生絶対に叶えたいいいっていう思いはあるのかまあ、あの大使を抱けみたいなね青年を大使を抱けみたいなねその思いはあるのかと、うん、その勉強のその先の思いは何なのかととかね、うんうん、じゃ行動しながらね修正すしてるのか軌道修正するのか考えてるのかリカバリーしてるのかとかねもしくは改善してるのかと考えてるのかと。 どんな思いででどんな心構えで行動しているのかとかとねいやこれね本当にねこのこの関係性なんですよこれを本当にぐる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 やらないと難しいですねうんまあでもそこにねまあ、生きてる間に僕は気付けたんでよかったなと思いますねう このバランス感覚がねほんと大事ですよ、うんはい。働きたくないですけど働きたくないですけど結構長,長く言いましたね。まあこれちょっとあのこれ一発で終わ,終わりますんで久保さん。この後ちょっと僕の仕事トゥーズの仕事して。な感じかな。まあ今日はよろしくお願いいたします。はい、では。